はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。マクドナルドのハッピーセットにドラえもんのおもちゃがついてきてますね。はい。2016年3月18日から、はい、第1弾が始まって、はい、25日から第2弾が出てんだね。はい。で、今はですね、もう第1弾、第2弾全部がですね、選べるようになってますので、今回3つ買ってきて、3つ欲しいものを選んできました。はい。はい。それでは開けていきましょう。はい。じゃあタイムマシンパパを開けるね。いいじゃん、いいじゃん。よいしょ、よいしょ、読書、読書、これがどこでもドアゲーム2016 表も裏もどこでもドア、はい、はい、開けるとボールゲームになってる。ああ、そうなの、パチンコみたいな、パチンコだねこれ、うん、でもこの後ろもあるし、あ、こっち側は迷路のゲームみたいになってんだ。ああ、結構斜めにしないとあれだね、うん、縦だとほぼできないね。で、これが裏に行く。あ、裏側に行くのね、さっきのボールが、うん、なるほど。で、このように迷路のようにだけど、ここは外れでした。そうかそうか、こうやってこの迷路で落ちるとこっち側のゲームなんだね、今度は。そうそうそう、なるほどね、そういう仕組みだったんだ。うん、これはいけ、タイムマシン。タイムマシンに乗ったドラえもんとタイムマシンと、あと後ろ、あの時空のタイムトンネル、タイムトンネルか、はい、タイムトンネルになってますね、はい、はい、タイムマシンが押すとドラえもんが動くんだって。あ、動く、動いたね。なるほどね、こんな感じ、うん、面白い、うん、かわいいね。それでこれが飛べタテコプター。似てない、昔風に言った。昔風って。それでこの服が日本誕生の服になってるね。うん、うん、あったかいエアコンスーツっていうね。あ、これそうなの。うん、タケコプターをまずくるくる回して、はい、で、後ろのボタンを押すと飛ぶみたい。いくよ、せーの、お、おー、おお、そう、結構飛ぶ、結構ちゃんと飛んだ。うん、びっくりした、すごい。ヤジン君はその日本誕生見てきたんでしょ。うん、面白かった。うん、面白かった。あ、本当に。うん、泣いた。泣かなかった。泣かないの。うん、なんだ、劇場でさ、初めてさ、子供が泣いて感動しましたって、お母さんのなんかほらCM 流れてたからさ、エイちゃんも泣いたのかと思って。泣かない。泣かないのか。なんだ。こう特にさ、子供のベガグリドラゴ可愛かった。可愛かった。うん、あ、そう。はい、ということで今回はマクドナルドのハッピーセットにドラえもんがついてくるというお話でした。おーい。はい、はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。もし今日の動画がですね、楽しかったなとか面白かったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、どこでもドアゲーム。はい。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。